チミちゃんがは、アメリカ合衆国南西部やメキシコのシナロア州と、そのラ州で人気のある、揚げたブリトーである。小麦粉のトルティーヤを使い様々な具材を包む料理で、最も一般的なチミちゃんがは、ベー、チーズ、マチャカ、アドバーダ、または細切りにした鶏肉を長方形に包んだもので、ある。トルティーヤはしっかりと揚げて、サルサ、若漏れ、サワークリーム、チーズ等を添える。 チミちゃんがの起源については、多くの説が見られ、はっきりとしたことは分かっていない。ある説によれば、アリゾナ州ツーソ村のレストランエルチャーの創業者である、モニカ・フリンが1922年にペーストリーを揚げ油の中に偶然を落としたのが起源だと言われている。彼女はすぐに、キで始まるスペイン語のののしり言葉を発しようとしたが、その代わりにスペイン語で名なしを意味するチミちゃんがと叫んだ。 マッケイ・エス・メキシカン・キッチンの創業者であるウッディ・ジョンソンは彼が1946年に当時のレストランウッディー SL ・エス・エル・ニドで実験としてブリトーを油で揚げ、チミちゃんがを発明したと主張している。これらの揚げブリトーはウッディ・エス・エル・ニコがマッケイ・エスになった1952年までに人気になり、チミちゃんがはこのレストランのメインのメニューの一つとなった。ジョンソンは マッケイ,イエスを1952年にオープンした。この料理が最初に現れたのがいつかを示す公式な記録はないが、アリゾナ大学の民族学者、ジム・グリフィスは、ツーソンにあった、焼き族のパスクア村で1950年代中盤に、チビちゃん画を見たと10回している。主に、メキシコで作られる派生料理のチビちゃん画を、主に、ノガーレスからアリゾナ州を通じ、 アメリカ合衆国への移民が持ち込んだとも言われている。三つ目で、おそらく最もあり得る説は、チミちゃんが、または、チビちゃんがは、アリゾナ州のピメリアアルタで長い間、地元の食文化の一部であり、南進して、シナロア州に達したというものである。シナロア州のチミちゃんがは小さい。この料理は、通村地域から外側にゆっくり広がり、その人気はここ数十年で一気に加速した。 ちみちゃん側、現在では、テクスメクス料理の一部として見られるが、アメリカ合衆国におけるルーツは、アリゾナ州のピマ軍だと考えられている。アメリカ合衆国のオムのデータによると、典型的な 183g の牛乳とチーズのちみちゃん側 443kcal ロロで、20g のタンパク質、39g の炭水化物、23g の脂質、 うち 11g 飽和脂質 51mg のコレステロール 957mg のナトリウムを含む。ありがとうございます。